顔、たるみ顔の原因、ストレートネックを解消して一瞬でリフトアップする僧帽筋剥がしについてお伝えします。僧帽筋って首から背中までついてる大きな筋肉なんですが、僧帽筋がガッチガッチに固まってしまって背中が丸まり猫背になってしまうと、ボーリングの球と同じぐらいの重さと言われてる頭が支えきれなくなっちゃってストレートネックになってしまうんです。そうすると顔の筋肉を支える力がどんどん下の方向に向いてしまって、ダルンダルンの老け顔になってしまうんです。最近肩こりと同時に老け顔になってませんか？それ僧帽筋を剥がすだけで解決できます。たった3分で老け顔、たるみ顔、肩こり、ストレートネック一遍に解消できるので、一緒にやっていきましょう。はい、では僧帽筋がどれぐらいガチガチになってるか簡単にチェックできる方法あるので一緒にやっていきましょう。どちらかの手を後ろにこのように回してください。そしたら姿勢を正して、反対側の手で耳の上、この辺りをこのように同じように触ってみてください。そしたら首を斜め前方向にギュインって倒していきます。はい、どうでしょうか。この時に張り感や痛みが強かった人、僧帽筋ガチガチに固まってしまって将来顔ダルンダリンになってしまうので、絶対に一緒に僧帽筋剥がして解消させていきましょう。はい、ではやる前に恒例の顔たるみチェックしてみてください。両手で顔触ってもらって、ちょっとねたるみ感を感じてる方からぜひやってみてください。絶対にわかりますから。はい、では顔のたるみ感があった方の肩を指3本でグッと押してください。押す場所は肩と首の間、ここですね。ここに指3本をグーンって食い込ませてください。この状態で肩をグーッとすくめます。すくめるとね、押さえた場所痛いです。痛いんですけど、すくめてもらって力抜く、これを30秒間やっていきます。はい、ではいきます。よーい、スタート。グッと押してもらって上に持ち上げます。はい、ちょっと耐えて耐えて、痛いけど耐えて、はあ、力抜きます。繰り返しますよ。はい、グッと押して上げます。肩グッと持ち上げて、あー痛いな、でもちょっと気持ちいいかもしれないって感じで耐えて耐えて、はあ、力抜きます。もう一回いきます。グッと押して、押したところを持ち上げるような感じでグッと肩をすくめて、はい、耐えて耐えて耐えて、痛いけど耐えてください。結構痛い、肩凝ってる人は痛い、僧帽筋固まってる人は痛い。はい、力抜きます。はい、いいですよ。はい、そしたら僧帽筋を直接剥がしていきます。まず剥がす場所は2箇所今回あります。肩みんなね、こうやってすくめてもらうと、こう出てくるここの筋肉あるじゃん、これね僧帽筋なんです。この僧帽筋のちょっと首と肩のここの部分、ここを指3本でギュッて掴んでください。こんぐらい、こんぐらい掴みましょう。でちょっとね、今つまんだ時に、あ、私滑っちゃうわって方はティッシュを当ててつまんでください。それだけでもね、めちゃめちゃ掴みやすくなります。掴んでもらったら腕をぐんと後ろに大きく回していきます。これをまず30秒間やっていきます。はい、ではいきます。よーい、スタート。はい、しっかり掴んで腕を大きく後ろ方向に回していきましょう。はい、掴んだところはこう腕回した時にあんまりこう滑らないように、今ねこれうまく掴めてないなって方はティッシュね、すかさず入れてください。入れてからこれやってくださいね。はい、大きく回して僧帽筋のね、この上の部分しっかり剥がしていきましょう。はい、もうちょっとです。腕大きくね、できる限り腕大きく回します。はい、 OK。 はい、次はここをつまみます。先ほど指3本でこう押した部分をまたこう肩すくめて指3本でつまんでください。でここはね、ほんと滑りやすいんで、ちょっとティッシュ使いましょう。ティッシュ挟んでつまんだら、また同じように回していきます。はい、ではいきます。よーい、スタート。はい、つまんだら大きく回していきましょう。はい、ポイントはね、腕しっかりね大きく回してください、後ろ方向に。はい、でね、つまんだところ、ここはね滑らないようにティッシュでしっかりつまんどきましょう。で腕を動かすことで僧帽筋がね動くんですよ。でこの癒着している筋肉、この僧帽筋と他の筋肉がくっついている部分を徹底的に剥がすことができます。はい、もうちょっと頑張りましょう。はい、 OK です。そしたら今度最初に行ったチェック方法覚えてますか？あれをねまたやります。で後ろ手を耳の上に押さえてあげて、耳の後ろにこう当てていただいて、斜め前にぐーっと倒していきます。この状態で30秒間キープしましょう。はい、ではいきます。よーい、スタート。はい、姿勢正してぐーって斜め前方向、こっちの方向ですね、倒していきます。どこが伸びたらいいかっていうと、こことここ首の付け根と肩の部分ですね。はい、まあ僧帽筋ですね、そこがしっかり伸びてるのを感じてください。これね、猫背になってると全然伸びないんで、姿勢正した状態で首だけ前に倒すようなイメージでやってあげるとめちゃくちゃ伸びます。はい、もうちょっとです。もうちょっと倒しててください。
はい、オッケー。ゆっくり戻します。そしたらそのまま、またね、真横に倒します。腕は後ろで組んだまま、今度ね、真横に倒していきます。また30秒間いきます。いきます。よーい、スタート。姿勢正して、ゆっくり真横に倒していきましょう。はい、今度はね、僧帽筋のここ。真横の部分。ここね、しっかり伸びてるのに感じてください。はい。腕はね、後ろに組んだ状態ですよ。はい、できる限り姿勢正して胸張った状態で首だけを倒す。首だけを横に倒してこのね首の横の筋が伸びてるのを感じてください。はい、もうちょっとですよ。はい、いいですよ。はい、そしたら最後です。バンザイをしてもらいたいんですけど、バンザイした時に耳の後ろまで来るようにここまでバンザイしてください。ただバンザイするだけじゃなくて頭の上でクロスさせます。はい、こんな感じです。はい、これを1、2、3っていうのを30秒間やっておしまいです。はい、では行きます。よーい、スタート。はい、腕を上でクロス、ここね。はい、これを繰り返します。はい、2、3、はい、4、はい、5。はい、これを30秒間やっていきましょう。できる限り腕をピンと上まで伸ばして耳の後ろに来るように、はい、で最後クロスします。はい、結構疲れるけどめっちゃ変わるからもうちょっと最後まで頑張ってください。はい、はい、オッケー。お疲れ様でした。はい、どうだったでしょうか。こっち側だけやったんですけど、めちゃめちゃ肩すっきりしませんか。回してみてください。こんなに肩回ることあるってぐらい動くと思います。はい、そしたら左右でね顔触ってみてください。びっくりするぐらいこっち上がってませんか。はい、そして最初やったねチェック方法をやってもらうと、やった側ねめちゃめちゃ倒れるんですけど、反対側ねまだちょっと硬くて倒れないと思います。なので反対側もねぜひやってみてください。1日1回2週間やってもらうと顔のたるみが改善して、ストレートネックも肩こりも全部解消できますので、ぜひやってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。